問題です。で問題ちょっと長いからしっかりと聞いてくださいよ。ジュルー・ホリデーが、奥さんのローレンさん、まあ、ローレンさんはアメリカ代表サッカー選手で、オリンピックでもワールドカップでも優勝経験があるような、大物アスリートですけど、もともと彼らが大学で出会うきっかけとなったストーリーがあります。 UCLA 大のファンがジュルーのところに来て、あ、何々選手でしょ、サインくださいって言ってきたんですけど、ジュルーは、あ、僕その何々選手じゃないです、ジュルーホリデーですという気まずいやり取りをちょうど見てたローレンさんが、あんた何々選手より全然かっこいいよというふうに話しかけてあげた、まあ、それがきっかけで友達に彼らはなったんですけど、問題はその何々選手っていうのは誰でしょう。答えは動画の真ん中ら辺で教えます。ビクト AF。こんにちは、リクトです。数日前にデイミアン・リラードのブロックバスタートレードに引き続きジュルー・ホリデーのビッグトレードがあったので、今回はジュルーの、特集をしたいと思います。ボストン・セルティックスの一番新しい一員となったジュルー・ホリデーですが、彼はこれまでどういう道を歩んできたのか、まあ、本題に入る前にジュルー・ホリデーっていうのはどんな選手か、リーグでもほんまもうトップ5トップ3とかに入るようなディフェンシブガードで、それこそデイムとか、ステフ・カリーによるとナンバーワンディフェンシブガードですね。サイズとスピードと IQ の塊なので、ディフェンスではもちろんなんですけど、オフェンスでもそのフィジカリティを使って、今のリーグでは結構珍しいゴリゴリ系の90年代っぽいプレースタイルで今までリーグのトップ級ガードとして活躍してきました。2020年のオフシーズンにはミルウォーキーバックスにトレードされ、彼が最後のピース、そのミッシングパズルピースやったので、バランスのいいチームになったバックスはジュルーの1年目に、50年ぶりの優勝をすることができた。まあ、他にもいろいろと話せることはたくさんありますけど、とりあえず大まかに言うとそういう感じの選手で、今日の動画では彼の幼少期とか、特に NBA に入る前の彼のストーリーにフォーカスしようかなと思います。早速ですが、幼少期のジュルーはもうね、2歳の時からフルサイズバスケットボールをドリブルできた、両手で、しかもそれぐらいアスレチックな子供やったんですね。まあ、それもそうですよね、 DNA が揃ってますから、ご両親、お母さんのトーヤさんと、お父さんのショーンさんはアリゾナステートでディビジョン1バスケ選手として活躍できるぐらいのエリートなアスリートやったんです。ジュルーはルイジアナ州で、住むこともあったんですけど、まあ子供の時の生活の大半はカリフォルニア州で育ったので、元レイカーズのマジック・ジョンソンやコービー・ブライアント、ほんでまあ、一回お医者さんに、君は2メートル3センチぐらいまで伸びるよって言われたことで、じゃあ2メートル3センチやったら、じゃあトレーシー・マグレディのプレースタイルを研究しようと思ったジュルーは、まあその3人をしっかりと研究しながらバスケを学んでいったんですね。でも面白いのは、両親がバスケ選手やったのに、意外と2人ともこうバスケを叩き込むようなことはしなくて、子供たちが好きなことに一生懸命と取り組めることがベストやと。それがバスケやろうが、ね、他のスポーツやろうが、スポーツじゃなくてもアート系のことだろうが、一度やると決めたことを諦めさえしなければ、しっかりとやり通すなら全然もうサポートするぞという育て方やったんですね。最初の頃はどっちかというと音楽、ジュルーの場合はジャズバンドに入って、ほんでドラマーとして頑張ってた時期が長くて、本人たちはね、ジュルーもジャスティンとか、アーロンたちはいつ頃から NBA に行こうって思ったのかわからないですけど、親としては、まあ、音楽、で勉強頑張ってくれたら全然もうそれでいいわって感じやった。でも最初にも言ったように、ジュルーは2歳の時から普通にバスケットボールを両手でこうドリブルしてたわけじゃないですか。でしかも、男の子3人で、まあ、女の子1人4人の子供を育てるのってやっぱエネルギー的に疲れるからっていう理由で、夜もなるべく早うに寝かせるようにトーヤとショーンは、子供たちをバスケのチームに入れたんです。言い方変えるとですよ、ものすごいこうお利口さんで、あんまりわんぱくやなくておとなしい子供たちやったら、今頃 NBA には行ってなかったということですよ。ちゃんとバスケを習わせてなかったことになりますからね。まあでもそうやってバスケを習わせて、まあ、特にジュルーの場合は、いや、どこのトーナメントどこの試合行ってもなかなか負けへんな、こんなもんなのかなと両親たちは思ってたんですけど、気づけば高校バスケとかでも
まあまあトップの方に行ってたので、チームとしても選手としてもね、同じ地域で育ったブランドン・ジェニングスとかデマー・デローさんがこいつら NBA いずれ行くかもなっていう選手相手でも、普通にジュルーもジャスティンもどっこいどっこいやったから、あれこれもしかしたら NBA もありかなみたいな感じになってきたんですね。ジュルーはもう当時からとにかく、今と変わらずディフェンスの鬼でして、大学のスカウトとかが見に来てても点を取りに行こうとしなかった、まあ全然点取り合いやったんですけど、取れるのは当たり前やと、ディフェンスをスカウトたちに見せたいっていう感じで、そっちをもう当時から優先してた。でそれはなんでかというと、両親が、ね、子供たちがバスケにこう集中しだしてからは、食卓とかでもこうバスケの話するときはもうディフェンスの話のみ、食べながらこうディフェンシブスライドがどうのこうのとか、相手選手のドライブ、ちょっとケチャップ取ってくれ、ありがとう、相手の選手のドライブの角度をまずは認識せなあかんね、チャージング取らへんやつデザートなしやで、とにかくもうディフェンスの細かいね会話しかなかった。でチームの練習中かってこう練習試合するじゃないですか、チャージングを1回につき2点稼げるというルールをコーチが入れたので、ジュルーはそのもうオフェンスはできて当たり前を思ってますからね、走りまくってチャージングだけで相手を任すっていうことがもう日頃の出来事になってた。これはねある意味変態ですね。いやほんまにだって想像したらちょっと気持ち悪いですよ。自分のチームのエースが練習試合でオフェンスの時はなんかおとなしいのに、やつのディフェンスになったらもう走りまくってプレッシャーかけまくってきた思ったらピタッてチャージング取りに来るわけでしょ。やばいって、それキモいキモい。まあ、でもそんな感じでジュルーは、高校時代ジャスティンと被ってる時期もあって、4年間の間3回ステートチャンピオンにチームをリードしました。ゲータレードプレイオフザイヤーを受賞し、アメリカでトップの高校生ポイントガードになったジュルーは、大学はもうどこに行ってもいいぐらいいろんな強豪からリクルートされたんですけど、その中で一番行きたかった UNC ノースキャロライナ大は、飛行機で行ってもこう乗り継ぎとかがあってもう面倒くさかった、遠すぎるっていうのが一番の理由で、結局家のすぐそこにあった UCLA 大に行くことにしました。あれ UCLA の前にちょっと一個言い忘れたのが、個人的にジュルーいいなと思うところは、人間としてもすごいできてるというところ、まあ、家族内でのセラピストでありながら、高校時代からチームメートに対しての思いやりっていうのも人一倍あって、まあ、例えばですけど、高校1年生の時すでにジュルーはその地域ではちょっと特別な選手やなっていう風に言われ始めてた時やったんですね。で普通やったらそうやってね、1年生でこう生意気で高校に進学した選手っていうのはもうすぐにバーシティ、その3年生4年生チームに入って、オラオラっていう感じなのがまあ普通やったり、そういう選手が多い。ところがジュルーはそのバーシティの監督に、君ここの学校に来るってことは1年生の時は1年生チームでやらないといけないんだよ、分かってるって言われた時にむしろ喜んだんですね。一緒に育ってきた同じ学年の友達と一緒のチームでできるっていうことがジュルーにとっては何よりも嬉しいことやった。あとはね、一回ライバル校同士の、試合がありまして、その時にジュルーが肝心な時にスティールをして、2対1のファーストブレイクでジュルーはチームメートにパスを出した。しかしそのチームメートはレイアップを外してしまった。でまあもうそれはチームメートは落ち込んで、もうなんで外したんやっていうモードに入ってるんですけど、ジュルーはもうテクテクとそのチームメートの方に歩いていって、いや大丈夫やって、もう一回俺がスティールして、んで同じパス出すからそれを決めるって俺は信じてるで、というふうに励まし、で実際に次のプレーでゲームイニングスティール、ゲームイニングパスからのレイアップで試合に勝つことができた。静かな自信っていうのは、まあ NBA 版のジュルーを見てたら普通に伝わってきますけど、ティーネイジャーの時から実はあったんですね。で UCLA に話を戻しますけど、そこでジュルーは大学での1年間で、まあ NBA スカウトにもしっかりと
認められ、要はあるワンアンドダン、1年間だけ大学行って NBA に行くことになったんですけど、その UCLA 大の1年間で彼にとって、ものすごい大切な出会いがあった。それはこの動画のイントロでも言ったローレンさんとの出会いやったんですけど、問題の答え、皆さん分かりましたか、ね、UCLA のファンがやってきた、何々選手ですよね、サインくださいとジュルーに。でもジュルーはその何々選手ではなかった。俺かて結構大学では有名な選手なのになとちょっと落ち込んでるところにローレンさんがやってきて、あんたの方が全然かっこいいわよ、誰々より、まあ、その誰々選手が誰なのかっていう問題なんですけど、その誰々選手も複雑な気持ちですね。後になってこの話聞いたら、はい、答えはダレン・コリソンでした。まあ、当時はダレン・コリソンの方が全然有名でしたから、まあしょうがないじゃあしょうがないのかな。はい、まあこっからは動画のペース的にスピードアップしますけど、2009年の NBA ドラフトで、ジュルー・ホリデーは17位でフィラデルフィア 76ers に指名されました。まあ、ほんまはねサンズがピックしようかなと思ってたらしいですけど、ほらサンズあのステフ・カリーとのトレードがもう確定っていう風に思ってたから、ポイントガード2人指名するのはねちょっとあれかなっていうことで、結局 R クラークを指名し、ジュルーもステフも来ないという非常にちょっと前のサンズらしい結果となったわけです。シクサーズの最初の数年間まだ、比較的無名やった時に、チームメイトたちは彼の静かな自信に気づき始めた。うわー、今夜はジュルーお前の相手ロンドやぞ、大丈夫か、ロンドですか、こっちの方がサイズ的にアドバンテージですね、うわ今日は D ウィルやで、 D ウィルですか、彼はオフェンスファーストの選手ですから、ディフェンスをしっかりとさせることが鍵になりますね。いやー、 D ローズはさすがにビビってるんとちゃうか、いいチャレンジです。そこを淡々とした久能整君みたいな自信がベテランチームメートからすると、あこいついずれ大物になるな、なんかそういう雰囲気を、出してたらしいです。順調に育っていったジュルーは22歳というシクサーズの歴史では一番、最年少オールスターとして選ばれ、ほんでチームとしても彼以外でもイグダラとか、ルー・ウィル、エヴァン・ターナー、スペンサー・ホーズ、なんかいい感じの若手コアが揃ってきたなといういい方向に行ってたんですけど、まあもちろんサム・ヒンキー時代が始まってザ・プロセス時代ですよ。2013年のオフシーズンにジュルーはニューオーリンズ・ペリカンズにトレードされることになった。ペリカンズ時代はいろんなことがあって怪我とかもあったり、ね、アンソニー最後は AD 問題とかもあったじゃないですか。でも個人的に彼のジュルーのペリカンズ時代というと2つのことが、パッと浮かびますね。1つ目は2018年の第1ラウンド6位のペリカンズ対3位のブレイザーズのシリーズで、誰も予想できなかったペリカンズのスイープ、この結果の大きな原因といえばジュルーの化け物プレー、オフェンスでは無双し、ディフェンスではデームと CJ 両方をシャットダウンする、物理的にメイクセンスしないあれですけど、まああれは印象的でしたね。だから今シーズンねプレーオフで、バックスとセルティックスがもし当たったら、ジュルーにとってはもちろんバックスに対してのリベンジシリーズですけど、デームにとってもまあまあトラウママッチアップなんですよね。まあもちろんねレギュラーシーズンとかでは当たってて普通にデームも活躍してるので、一方的にジュルーがねデーム焼きしてるというわけではないんですけど、お互いに燃えるシリーズになると思います。そしてジュルーのペリカンズ時代の2つ目の印象的なことといえば、バブルでの、サラリー5ミリオンぐらいのサラリーをジュルーは全てノンプロフィットとか黒人の、ビジネスオーナーに寄付をしたということ。オンコートだけではなくやっぱりオフコートでも人思いな、思いやりのある人なんやなという印象を受けましたね。はい、まあねジュルーのこともいろいろともっともっと話せますけど、とりあえず今日は、まあ大まかな NBA に入る前のジュルーホリデーはどんな道を歩んできたのかっていうのを皆さんに、まあほんま大まかなあらすじですけどシェアしたかったです。今回ミルウォーキーバックスから、トレードされてしまった時はちょっとかわいそうやったし、もう1年ぐらい前からもうずっとミルウォーキーバックスにおって
ってでもスムーズに引退できたら嬉しいって言ってたので改めて NBA って厳しい世界やなと思ってしまいましたけど、今回ブレイザーズからセルティックスにトレードされたことで悔しんでるのはジュルーではなく、バックスなんじゃないかな。バックスがある意味自業自得トレードをしてしまったなという面白い展開になったので、東カンファレンスはまたまたヒートアップしてしまいましたね。ニックスファンにとっては正直迷惑ですけど、 NBA にとってはドラマがまたぐんと上がるいい動きになったと思います。人間としても選手としてももう応援したくなるジュルホリデーなので、これからもぜひ頑張ってほしいですね。はい、ぜひ皆さんのジュルホリデーに関しての意見や考えも、コメント欄で教えてください。そしてジュルのようなハッスルも皆さんからいただけたら嬉しいです。いいねボタンお願いします。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。